はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、スマホ型トイガンが警察の回収対象になった件についてということで、今回はね、以前のスカイマーシャルにね、引き続き、またね、警察の回収対象になったね、銃というか、トイガンがね、出てきたよという、そういう話なんですが、今回ね、回収対象になったのはこれですね。このトイガンはですね、Amazon でもね、売っていたんですが、例えばその eBay とかね、アリエクスプレス、アリエクとかでもね、同じ製品らしきものが売られてますし、やっぱりなんかね、その中国製の製品あるあるですけど、そのちょっとその名称がね、こう安定しないので、実銃と同じね、その ICA の380というふうに呼びましょう。はい、めんどくさいんでねっていう。そんな感じです。で、それはいいんですけど、この ICA のね、380のそのトイガンはね、何が良くないのかというふうに言えば、その本来ね、シェルケースを、ファイアリングピンみたいなので叩いて、その力で、そのキノコ型のね、弾を、弾き飛ばすという、そういうものなわけですが、この構造だとね、実弾が撃てる可能性っていうのが結構高いので、だからね、警察的にはダメだという、そういうことかなというふうに思います。で、その警察としてもね、その元首相のね、暗殺事件とかもあったので、こういったね、密造銃のね、その製造につながるような、製品に対してはね、非常に警戒しているわけですけど、でもなんていうんですかね、その警察の気分というかね、その都合で、その個人の財産ね、確かに財産っていうふうに言ってもね、たかだか数千円っちゃ数千円ですけど、そういったものをね、反強制的に押収できるっていうのは、なんか、それはそれでどうなのっていうふうには思いますよね。なんていうんですかね、業界的にはしゃあないよなっていう、そういう風潮ですし、そう思う部分もめちゃめちゃありますが、本来どうなのっていうね。そんな感じらしい。で、そもそもの話、その銃とは何かっていうのがね、日本の法律でちゃんとそんなにしっかりは決まってないので、だから、こうやってね、その普通に輸入できて、通関もするんだけど、いざ買ってみてね、それで広まったら、誰かがね、いや、これダメじゃねっていうふうに言ったりとかして、警察に相談したりとか、そういう警察に相談することが悪いって言ってるわけじゃないですよね。もちろんね、いいことですけど、警察に相談したりとか、あとそれをね、警察が見つけて、やっぱダメですみたいなね、そういうふうに言うことになるので、なんていうんですかね、このトイガンにね、使われている技術なんて、正直別にそこまでね、ハイテクなわけでもなんでもないわけですけど、その技術のね、進歩っていうのに、その法律がね、追いついてないから、こういうことになるのかなとも思ったりもしますというね、そんな感じです。警察からしてもね、よくわかんないだるい仕事が増えてめんどくせえなとしか思ってないと思いますけどね、ぶっちゃけねっていう、そんな感じですけど、一応仕事だからやってるみたいな、そんな感じです。はい。一応ね、その警察のね、公式の見解っていうのはね、まだ出てないっぽいですが、他にもね、この銃以外にも、他にも調査中のね、銃とかもあるみたいなので、こういったね、製品をお持ちの方はね、最寄りの警察署にご相談くださいという、そんな感じです。はい。というわけでね、今回この動画以上で終わります。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。